バタビアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州西部、ジェネシー郡にある都市であり、同軍の軍庁所在地である。ジェネシー郡の中心近くに位置し、周りをバタビア町に囲まれている。2010年国勢調査で、の人口は15,465人だった。バタビアという氏名は、オランダの米中へ地方のラテン語読みであり、開拓初期のオランダ人開発業者の栄誉としたもので、ある。 バタビア市はニューヨークペンリーグに属するバタビアマクドグス野球クラブが本拠にしておりバンク通り299のドワイアスタジアムでホームゲームを行っているマイアミマーリンズの参加である2008年のシーズンは優勝した2006年全国的な雑誌がショート試験の経済発展を評価してその第3位にバタビアを挙げたニューヨーク州 スルーウェイが市内を通っている。ジェネシー軍空港が市の北にある。ニューヨーク州西部のすべての土地が、このオランダ土地会社の事務所を通じて販売された。現在は、博物館になっている現在バタビア市となっている場所は、ニューヨーク州最西,西部にある今日ジェネシーカントリーと呼ばれる地域の初期開拓地であり、ジェネシーバレーと西のナヤガラ川、エリー湖、 ペンシルベニア州との宗教で構成されている。ニューヨーク州西部で購入された土地は325万エーカーあり、ジェネシー側の西にあるフェルプス・ゴーラム・買収の一部だった。アメリカ独立戦争時の著名な銀行家、ロバート・モリスからオランダ銀行家のコンソーシアムであるオランダ土地会社が1792年12月、1793年2月、 1793年7月に購入した。バタビアのビレッジは1802年にオランダ土地会社の代理人であるジョセフ・エリコットが設立した。バタビアはオランダ土地会社の栄誉を称え、短命に終わったバタビア共和国にちなんで名付けられた。そのバタビア共和国はオランダの中部ライン、マースデルタ地域に住んだ古代ゲルマンの部族、バタウィー族から名付けられていた。 ローカントリーのルネッサンス期戦5 0 0年代とオランダ黄金時代にオランダの民族主義者がバタビア神話を作り古代のバタウィ人はオランダ人の先祖であると論じた現在米中へと呼ばれる地域はバタビアのオランダ語読みである土地売買の条件の一つとしてモリスはインディアンの土地に対する権利を解決する必要があったので1797年 息子のトマス・モリスに、ジェニシオで、色恋族との交渉を設定させた。大半が、セネ家族で占められる色恋イ族インディアに約3000人が、この交渉の場を訪れた。セネ家族の州庁で有弁家のレッドジャケットが、カタなナに売却に反対したが、無料で振る舞われた酒や、女性に渡された宝石によって、その影響力はなし崩しにされた。最終的に、 デッドジャケットが折れて、ビッグツリー条約に署名した。その条約では、インディアン部族が一つの小部分を除く土地の権利を10万ドルで売却するとされていた。ジェネシーの白い女性と呼ばれたメアリー・ジェミソンは、セネ家族に襲撃された時に捕まえられ、セネ家族と結婚していたものであり、部族にとって有能な交渉者になることがわかり、彼らのためにさらに有利な条件を引き出すことができた。 その交渉で、ホレーショ・ジョーンズが通訳であり、ウィリアム・ワーズワースが、まだ完成していなかった絵を交渉の場に提供した。その後土地が、ジョセフ・エリコットの監督下に測量された。これは当時まで行われた土地の測量でも、最大のものであり、画期的なものになった。会社の代理人としてのエリコットは1802年に、バタビアに土地事務所を開いた。 購入した土地全体が1802年にジェネシー軍と名付けられ、バタビアを軍庁所在地とした。会社は購入地を1846年までに完売し、その後会社を解散した。土地事務所事業を行うという言葉は繁栄を表すものであり、この時代にできたものである。その事務所は現在も残っており、博物館になり、アメリカが修国国定歴史建造物に、 指定されている。エリコットはバタビアに長年住んだが、バッファローの方が町として大きくなると考えていた。バタビアの大きな通りがエリコット通りと名付けられ、小さな通りもエリコットアベニューがあり、また町の中心に大きな記念碑が作られた。バタビアは1823年に村として法人化された。現在ニューヨーク州西部にある軍はすべて当初の ジェネシー軍から分離したものであり、現在のジェネシー軍は多くの軍の一つに過ぎない。しかし地域としての全体は今でもジェネシーカントリーと呼ばれている。こうしてバタビアが中核となってニューヨーク州西部の他の部分が入植と開発のために解放された。1826年、土地のならず者ウィリアム・モーガンが土地のフリーメイソン支部にからされ、 支部の秘密を明かすと脅かした。モーガンは経済容疑で逮捕され、保釈金を積んで保釈され、一軍の人と共に去ったが、明らかに支部支部なのが見て取れた。後にその男たちはフリーメイソンであったことがわかり、彼らはモーガンをナヤガラトリデに連れて行って、そこで拘束し、その先は姿を消した。フリーメイソンはモーガンが公表を止めるために賄賂を取っただけであり、 永久にこの地域を去ったと主張したが、大衆はモーガンが殺されたと考えていた。しかし何の告発も起こされなかった。モーガンを捕まえた者たちは、その誘拐で告発され、有罪となっただけだった。この事件で、大衆は大いに起こり、反、フリーメイソンの感情が高くなった。その後、長い間政治の世界でも、宗教の世界でも、反、 フリーメイソンが一つの動機になった。メソジストエピスコパル教会の多くの侵食者がフリーメイソンに加わったのでフリーメソジスト教会が分離する理由の一つになった。1825年に完成したエリーウンガはバタビアを通らずかなり北のアルビオンとメディナを通ってバッファローやロチェスターの街をかなり早く成長させた。州西部の土地の販売が完了すると バタビアは農業地帯の真ん中で小さな工場長になった。トラクター、農業機械、噴霧機、靴の製造で知られるようになった。他の分野では工業のための工具と型も生産する中心地となった。町で最大の製造業であるジョンストンハーベスター社は1868年に設立された。1910年、マッセー・ハリス社に買収され、 1847年にダニエル・マッセイが設立していたカナダの会社の子会社となった。20世紀初期にバタビアは急速に成長し、ポーランド人やイタリア人移民が流入してきた。バタビアは1915年に主として法人化された。オートカ牛乳工場、現在も地域の落農場から受け入れたミルクを加工している。農場の数は少なくなったが、大きくなった近年。 アメリカ合衆国の他地域や海外に重工業の多くが出ていって、バタビアはラストベルトと呼ばれる地域の一部になった。連邦政府の移民交近所であるバッファロー、連邦交近施設が空港の近くに建設されて地域に職をもたらし、空港自体の拡張につながり、2005年には大型機に対応するために滑走路が延長された。交近所に収容されているものには、 ナビアーメド・ファラグ・ソリマンのようなテロの容疑者がいた。ソリマンは連邦交近所で2年半を過ごした後の1999年にハンガーストを決行した。2012年8月、ミュラー・クエーカー・デイリーが国内でも最大級のヨーグルト製造工場の建設をはじめ186人を雇用すると期待された。ミュラー・クエーカー・デイリーは ペップシコとミュラーグループのジョイントベンチャーである。トナワンダ側のビッグベンドにある、オールドミルダム、バタビアの中心街にある。エリコットの本部をここに選んだのは、良い工場の場所に影響された可能性がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.2平方マイルであり、このうち陸地5.2平方マイル、水域は0.1平方マイルで、 水域率は1.14%である。東西方向のニューヨーク州道5号線が、市内で道33号線、道63号線、道98号線と交差している。ニューヨーク州、スルーウェーがバタビアのすぐ北を通っている。バタビアの気候は季節によって温度差が大きく、夏は暖かいか暑く、湿ることが多い。冬は寒く、厳しい寒さになることもある。 欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号は DFB である。2010年国勢調査によれば、人口15,465人、世帯数6,644、家族数3,710となっていた。2000年から2010年の間で、人種構成にほとんど変化はない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。